交通渋滞の対策について国や県、熊本市の担当者が話し合うこの会議。 TSMC 進出の影響で菊陽町のセミコンテクノパーク周辺では朝夕ともにおよそ1キロの渋滞が発生していることが報告されました。引き続きですね、ハードソフト問わずどんどん対策加速化してですね、渋滞対策には国県市町みんな連携して取り組んでいければなというふうに考えております。県内の主要渋滞箇所については去年9月に公表された283箇所のうち10箇所が解除され273箇所となりました。このうち熊本市の国道3号よもぎ町交差点は植木バイパスの開通により、天草市の瀬戸大橋西側交差点は本土道路の開通などにより渋滞が解消したということです。一方、熊本市の主要渋滞箇所は174箇所で去年から1箇所減りましたが、依然として県内の主要渋滞箇所の6割以上が熊本市に集中しています。政令指定都市の渋滞箇所数では三大都市圏を除いて引き続き熊本市がワースト1位となっています。